津山市に昆虫の標本を使った芸術作品を制作しているアーティストがいます。今日地元の小学生に向けた授業を行いました。伝えたのは懸命に生きる虫に教わったという逆境に立ち向かって生きる勇気です。昆虫標本を独自の感性でレイアウトしたユニークなアートに子どもたちは興味津々です。津山市の公民館で昆虫標本アーティスト小枝正和さんが紅葉小学校の児童に授業を行いました。地域学習の一環として今年初めて行われた取り組みです。小枝さんは6年前交通事故で意識不明の重体となりました。なんとか一命は取り留めたものの脳機能に障害が残り休職を余儀なくされるなど自分に価値を見出せない辛い日々を過ごしたといいます。そんな中環境に適応しながら懸命に生きる昆虫の生命力に勇気をもらい制作活動を始めました。どんなにつまらない人間だって自分の命をかけ人生をかけて一つのことに取り組めば人の心を動かす作品を作れるはず。授業では自身の体験を交えながら逆境でも諦めずに前を向き努力を続けることの大切さを子どもたちに伝えました。自分が辛くても努力して楽しんでいけばきっと強くいい人になれると思いました。自分に希望を持つということはとても大切なものだということが分かりました。小枝さんのメッセージはしっかりと子どもたちに届いたようでした。